皆さん、こんにちは。マテアルグリビジです。では、今回は、ゲレンデバークシスの脅威 V、エーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までに、アーバーオアクーとグラノダ、この二つを攻略したことによって、ジオン軍の残っている拠点は最後一つ、サイド3、本国のみになっていますので、この攻略を目指していきたいと思うんですが、ここに進行するにあたってですね、アーバーオアクーを抜いたとはいえですね、ジオン軍は強固な防衛網を引いてますので、まずは、隣接するところまで進めていきたいと思います。モビルスーツ隊なんですけども、まずですね、アムロには G3 ガンダム、マグネットコーティングが施されたものに、乗り換えてもらっています。主力のモビルスーツは、ジムコマンド、宇宙船仕様ですね。こちらに、ジムからアップグレードしています。支援機に関してはですね、量産型としてはガンキャノンの量産型。これを支援機として量産中です。一部エースにはジムスナイパーカスタムなんかも配備していますので、まあそれらをうまく支援機として使いながら進行していきましょう。では、早速時間を進めていきます。まずはグラナダからサイド3に向けて部隊を送り込みました。ジョン軍もユニット数22と、まあかなりの大部隊になってますね。本当にね、注意しなきゃいけないのが、とにかくですね、敵の、まあ、いわゆるエースが多くてですね、もう苦戦という状態になるので、こちらも、まあアムロをはじめエースを前面に出していきましょう。これはアムロとハヤトですね。ハヤトには今のところジムスナイパーに乗ってもらってますのでね、しっかり、活躍してもらいましょう。では部隊このまま進行していきます。正面激突ですね。では陣形隊列を整えながら接近しましたので、ここから一気に攻撃仕掛けていきましょう。アームロとガンダムですね。さらに、白は、ブルーディティの3号機。これに乗ってもらっています。ジムスナイパーも攻撃開始していきましょう。ここの前哨戦は干渉しておかないと、逆にこの先すごく不安だなって思ってしまうと思うので、まあ、しっかりですね、戦っていきましょう、ここは。アムローが乗っていたガンダムなんですけども、これ、ライラさんに乗ってもらってます。まあ、ライラさんなんかもね、しっかりここで、功績稼いでもらって、まあ、アムローのお下がりっていうところは、この先も続くとは思うんですけども、まあ、よりいいモビルスーツに早く乗ってもらう。そういうことをね、ちょっと心がけながらプレイできたらいいかな、なんて思っています。では、早速ですが、アムロですね。ここは、カイのガンキャノンから支援攻撃を受けての攻撃になります。いや、ガンダム結構食らうのを思ったより、もっともっとね、圧勝できるのかな、なんて思ったんですけど、結構、ガンダム、アムロ食らいましたね。この後、一度戻す必要があるな。まあ、さすがに、スタックなしで攻撃仕掛けたのが無謀でしたね。ここはブルースティン3号機、シローの攻撃です。ここはね、3スタックちゃんと入れてますので、確実にザク回だったら、撃破してほしいかなと思いますね。はい、大丈夫です。ブルーディスティにももう、まあ、最新兵器という機体ではないですけども、まあ、やっぱりジム系の中ではね、強い部類に入りますので、まあ、しっかり撃破されないようにね、ダメージコントロールはしていきたいと思います。ちょっとここ心配なのが、
敵、これアレックスかな。格闘食らって撃墜されるなんてことがないようにちょっとしてもらいたいですけど、これアレックスでしたね。アレックスのイベントをちょっと飛ばしてしまったんですけども、マッケンジーをですね招集したことによってアレックス自体はジオングに奪われてしまったので、ジオングが今アレックスを運用している、まあ、そういう状態ですね。アムロの G3 ガンダムはアレックスとの交戦でダメージを負いましたので下げてます。なのでここはアレックス、まあ、パイロットは乗っていなさそうなんですけども、強敵なので囲んでボコボコにしていきましょう。ちなみに連邦軍側もアレックスの開発自体は継続してまして、もう数ターンするとアレックスが手元に手に入るので、まあ、そしたらですねこれもアムロに乗ってもらおうかなと思ってます。そうするとねG3 ガンダムが開くので、その G3 ガンダムもヤザンだったり、あるいは、ナイラさんだったり、場合によっては、セイラさん、スレッガーさん、このあたりにね、乗ってもらえたらいいかなと思います。はい。敵は撤退していきましたので、残っていたシンガリ部隊を撃破して、また一歩、サイド3に近づきました。では続いてアーバー空方面からも進行しましょう。アーバー空方面はさらに敵の部隊多いですね。連邦が40ユニット、ジオン軍が39ユニットですね。ここは大激戦になりそうだな。ちなみにこちらの部隊を率いているのはヤザンになります。グラナダ方面を率いていたのが、まあ、アムロであるとすれば、こちらは、引いているのは、ヤザンです。舞台の主な編成はね、変わらないですね。量産機としては、ジム、コマンド。まあ、一部はね、まだその、ノーマルなジムも残ってしまっているものあるんですけども、まあ、原則的には、ジムコマンドへと変わっていっていますね。で、ジムスナイパー、まあ、数は少ないんですけども、用意してまして、射撃が強いセイラさんやスレッカさん、彼らを乗せています。あとは冒頭でご紹介した支援機ですね。ガンキャノン量産型も支援機として投入していきます。では、交戦状態に入ります。まあ、しっかり陣形作って対処していく必要はあるかなと思いますので、特に支援機ですね。無駄にダメージを蓄積しないように気をつけたいと思います。ここはクリスですね。ただクリスもジム式機関機に乗ってるだけなので、まあ、大火力が出るかというと、まあそういうわけではないですね。本当だったらね、ガンダムタイプのモビルスーツに乗ってもらいたい。まあ、そういう思いはあるんですけど、まだガンダムタイプ数は多くないのでクリスはジムコマンド持ってもらっています。ただこれ無事撃破できましたね。こちらはヤザンになります。ヤザンもしっかり撃破数稼いでくれてますね。まあ、40部隊対40部隊というね、大部隊同士の激突になりますので、ここでもしっかりダメージコントロールして、ユニットの損失は最小限に抑えたいと思います。と言ってるところでいきなりガンキャノンが敵の格闘を受けるというね、失態ですね。まあ、ガンキャノンここで、撃破されるっていうのは避けたいところ、残りましたね。ただここはディック・アレンが撃破されてます。最前線はやっぱりなかなかきつい戦いになってますね。ヤザンが危ない！これはなんだろう、ビグロかなんかの攻撃受けましたかね。ヤザンがもうちょっとで撃破されるよっていうぐらいまで削られてしまったので、
ちょっとこれは一度下げざるを得ないですね。だいぶ戦力がダウンするな。果たしてここ切り抜けられるのか、ちょっと不安になってきましたね。お互いにちょっとずつ息切れしてきてる状態です。どっちが先に完全に息が上がっちゃうかですね。エルメスですね、今のはね。誰が乗ってるのか確認する必要がありますけど、まあ、エルメスこのまま放置しておくわけには当然いかないですね。さあ、ララーの乗っているエルメスに突貫を仕掛けます。ここで、まあ倒せるかどうかっていうの大きいところですけどね。まずは、まあ第一関門と言える、ララーの撃破、なんとかできましたが、損害も広がっています。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。さあ、ヤザン戦線に復帰させています。ガンダムなので、ま、あの、エースが乗っていない量産タイプのモビルスーツであれば、ま、ほとんどダメージ受けることなく、倒せるかな、っていうことですね。逆にエースが乗っているカスタム機が相手だと、皆さんのガンダムといえども、簡単にダメージ受けて、場合によっては落とされてしまうということもね、ありますからね。では、あらかた敵部隊撃破しました。ま、この部隊はね、残ってますけど撤退すると思いますので、サイド3のバーワクー方面も、まあ、制圧完了と言えると思います。そうですね、これで残っているのは本当にサイド3のみになりましたので、しっかり戦力整えて、次回はサイド3へと進行をしていきたいと思います。ではそのサイド3の戦力なんですけども、どうでしょう、部隊数93、こちらが戦力整える頃には部隊数100になってそうですね。いや、かなりの大部隊だな。まあ、ただ悪いニュースばかりではなくてですね、こちらはアレックスなんかが、まあ、生産できるような状態になりましたので、まあ、このアレックスをですね、急ぎサイド3攻略戦に投入できるよう調整しましょうか。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、アレックスがアムロの元に届き次第、サイド3攻略戦始めていきたいと思います。